やめろやめろ、お前が人狼だった、お前が人狼だったのか。あマイクラで人狼ジャッジメントやりたくないですか？やりたいよね。で、今日は動画の最後に大事なお知らせがあるので、特にマインクラフト大好きなそこのあなたは最後までぜひ見て、いや最後だけでもいい、ぜひ見ていってください。早速説明してきます。プテラ式マイクラ人狼、ちょっと勝手に名付けました、とはマイクラ上で人狼ジャッジメントをするという人狼ジャッジメントの進化系的なゲームのことです。実際本当に人狼ゲームが起こったら、ただただ推理するだけじゃないですよね。誰かを処刑するという恐怖、いつ襲われるかわからない恐怖、人を殺すという感覚、これらも味わってこその人狼だと僕は思うんですよ。実際に人狼ゲームやったら絶対にこれが起こるはず。なんでちょっとそれをね、意識してやっていきたいと思います。で、個人的にできたらめっちゃ楽しそうだから、まずは準備から屋敷を作っていきましょう。はい、というわけでマインクラフトでね、人狼をやるために早速屋敷を作っていきたいと思います。イエーイ。なんかマインクラフトのマインクラフト人狼っていうなんかジャンルはすでにあるようなので、でも僕はそのルール、まだ一切見てないし、いや嘘つきました、ちょっと見たんですけどちょっと見たんですけど、僕がやりたいやりたいマイクラの人狼とはルールが全然異なるものだったので、しっかりとね、自分で作ったルールが、ルールをもとに基盤としてやっていきたいと思います。じゃあ早速作っていきます。イエーイということでちょっともう作ったんですよ。ちょっともう作りました。はい、見ていきましょう。はい、これね、とりあえず、大まかに作りました。あ、本当に大雑把に作りました。ここにね、床を引いたんですよ。で、この広いこれちょっと広いですよね。ここに全員集まってもらいますね。まあ9人村だったら、まあ9人集まってもらいます。で、まあここでね、お話し合いの時間があるので、お話し合いをします。で、あ、はい、わかりましたつって、はい、じゃあ夜が来ましたってなるじゃないですか。夜が来たら、こう一回みんな各部屋にね、こういうふうに、じゃあゲームマスターに案内されて、じゃあ夜来ましたつって、こう各部屋にね入るんですよ。部屋に入るので、じゃあ部屋にみんな入りましたとね、みんな部屋に入りましたと、そしたらこう部屋がここにあって、入ったと。あ入れないんだけど、ほっ、ちょっと待って、はい、おい、あ、よし、部屋ね、入りましたと。入ったら、もうこれ、一応アドベンチャーモードっていうのがあるのかな？なんか、ブロックを壊せないモードっていうのがあるらしくて、これ一回入るともう出れません。ね。出れません。出れないようになってます。朝が来るまで、一回部屋に入った人は、出れないと。でも、人狼だけは部屋から出ることができます。出ます。自分が人狼だとしましょう。はい。で、こういうふうに部屋があるわけですよね。で、こう、パーッと人狼はね、夜一人を殺しに行けるんですよ。一人を殺しに行ける。殺しに行けて、じゃあ、ここになんかネームプレート、なんか表札っていうのかな？が、ついてたとして、じゃあ、そうだね。じゃあゲイルさん。ゲイルさんっていう人の家があるとします。あ、ここはゲイルの部屋か。じゃあちょっと、早速、ゲイルぶち殺しに行くかと。ゲイルぶち殺しに行くかって言って、人狼は、そうですね。じゃあ、なんでもいいんだけど、じゃあ、鉄の剣をこう持ってるんですよ。鉄の剣を持ってる。人狼は持ってて、ただのゲイルは何も持ってないんですよ。何も持ってない。だから、こう、人狼が来たら、お前が人狼、じゃあ、ゲイル視点やっとしたら、こう入ってくるわけですよ。やめろ、お前が人狼だった、お前が人狼だったのか、ああっつって、死ぬしかないっていうね。大丈夫かなこれ。まあ、そういうことなんですよ。こうやってガーって言って、人狼が、殺してやるーって言って来るから、それで死んでしまうと。ゲイルさんは。で、皆さん、で、ここでまた集まって、うわ、
昨日昨晩はゲイルが死んだのかみたいにこうなると。でまた夜が来たら今度はじゃあ別の人の家行って人狼が殺してってやって、まあ、占い師とかはね、あのゲームマスターを一人用意して、あこの人は人狼ではありませんよっていうのをね、ちゃんとしっかりとあの教えられたらいいかなっていうふうに思います。例えばそうだね、占い師さんはまあ誰か好きな人をして選ぶとするじゃないですか。そしたらまあゲームマスターがその選んだ人が誰かわかんないけど、例えばまあダークオーク黒の木、そうだ、ゲームマスターが置いたら、あ占い結果人狼だったんだなとかね。で逆にこの白いなんか磨かれたなんか岩石みたいなの置かれたら、あ占い結果あの人は白かみたいなのをこう占い師は把握してやっていくみたいなね感じです。でこれの面白いところ、何が面白いかって、なんでこの企画をしようかと思ったかっていうと、まずマイクラがしたかったっていうのもあるんですが、役職を自由に追加できると思うんですね。うん、自由に追加できる。今人狼には人狼ジャッジメントには56役職あるじゃないですか。でもこれがあればこのやつだったら、まあ、自由な発想で自由な役職を作ることができるっていうのが一つ魅力だと思います。人狼ジャッジメントには人狼キラーっていう役職あるじゃないですか。あの人狼と互角に渡り合うことのできる人間っていう役職で、夜に人狼に襲われた場合カウンターで人狼を殺すことができるっていう、自分も死ぬんだけどね、まあそういう役職あるじゃないですか。その人の部屋にはこれを見てください、ダイヤモンド装備を置いておきます。ダイヤモンド装備、うん、まあ、人狼入ってきたら、人狼がこう入ってくるじゃないですか、まあ、入ってきた視点だとしましょう。そしたら最悪だわお前人狼キラーかよってなるんですよね。さっきまではあのただの市民のゲイルだったんですけど、部屋入ってみたら今度は人狼キラーの部屋だったと。そしたらもうダイヤモンドにガッチガチに武装した人狼キラーが、あお前人狼だったんだ、うわーって襲ってくる襲ってくる、わーって襲ってくるとね大丈夫かなこれ。人狼キラー襲ってくるから、ま、人狼負けますよね。人狼負けるんですよ。うん、まあ、勝つことがあるかもしれないですけど、まあ、負けると基本的には。でもまあそこはあの人狼キラーって人狼と同士打ちになるっていうキャラなので、まあそこはあのしっかりと、まあ、ルールにのっとってゲームマスターが、あなた人狼キラーだったので人狼の襲撃を見事返り討ちにすることができましたが、本来は死ぬべき役職なので、じゃああなたも一緒に死んでくださいって言ってゲームマスターが、まあ、じゃあ殴り殺すとかしてこうゲームを成り立たせればいいと思います。ゲームマスターはあのゲームを成り立つためにいろいろ動いてもらうっていう風な感じの解釈で大丈夫ですっていうのを考えました。どうでしょうか、これゲーム成り立ちますかね。一応まあ部屋をいくつか作って、まあ、配置して人狼が夜殺しに行く。でまあ各役職はゲームマスターさんの進行のもと役職の能力を発揮していくっていうルールでやれたらいいなと思っているんですよ。うん、こんな僕のど素人の僕じゃあ屋敷なんて建てれません。なので建築ガチ勢の方を4人募集したいと思います。4人募集します。このサーバー月額6600円のレンタルサーバーっていうのを、借りました僕。つまり僕が寝ていてもその建築ガチ勢の協力者の方は永遠に建築することができます。はい、僕がいない間に建築をしていただけないでしょうか。していただけないでしょうか。マインクラフト大好きで建築結構好きだぞ、人狼の屋敷作るの協力したいぞというそこの素晴らしい心のあなた、素晴らしい心の持ち主、そして暇な、ちょっと新生活うまくいかなくて友達ができなくて積んでてやることないそこのあなた、ぜひ僕の人狼屋敷にご協力願いたいと考えております。はい、そんなところで、ぜひね
ちょっと興味ある方いたら、ああ、お天気は雨模様ですが、うん、僕の心はいつも晴れてる。晴れてるから、うん、協力してください。はい、よろしくお願いいたします。では、詳細は概要欄とかコメントとか、まあ、のっちのツイッターとかで発表しますので、あ、いや、今発表します。建築協力したいぞっていう、言っていただける方、もしいましたら、ツイッターのダイレクトメッセージの方で、自分が過去に完成させたことのある建築物の写真、プラス、名前、まあ、名前っていうか、写真とともに、なんかメッセージくれれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。じゃあそんなところで、よろしく。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。